ウォール街を占拠せよ、ウォール街を占拠せよの年表抗議運動12日目の参加者、サンフランシスコクロニクルのゼニー・エイブラハムは10月1日に、このゲーテガールが運動開始の合図になる。と述べた。本校では、ウォール街を占拠せよと呼ばれる2011年9月17日から本格的に始まったアメリカ合衆国ニューヨークシマンハッタンク。 フィナンシャルディストリクトにあるウォール街の選挙行為と、現在続いているデモ運動の経過について扱う。2011年9月3日、夜のトンプキンススクエアにて、ウォール街選挙のための計画が練られた9月18日の、群衆9月30日、ニューヨーク市警察本部の前で警察の暴力に抗議する参加者10月3日、参加者は、企業ゾンビに扮して、デモ行進した参加者は、 最初橋の歩道の上を更新したが、やがて一部の人が車道の方に行こうとした。数分のうちに警官がラインを確保し、振り返って参加者をブルックリン橋の車道の上に誘導し出した。私が見た限りでは、警察は参加者数人に、橋の中間に位置する行進の先頭にバリケードを作るまで立ち去るように伝えていた。そしてバンやバスを後ろに配置し、 みんなを逮捕し始めた。レイジアゲエンストザマシーンのトム・モレロによる演奏に聞き入る群衆。ありがとうございます。